児童福祉法違反の疑いで送検された根室高校の教師新保剛容疑者は2年前、当時勤務していた別の高校で教え子だった女子生徒に生徒の部屋で複数回みだらな行為をした疑いが持たれています。調べに進路相談などに応じていて親密になったと容疑を認めています。警察は余罪の有無なども調べています。